さあ、いよいよ金網ノーレフリーデスマッチの始まりです。ブル中野選手、そしてアジャコング選手がすでに私のそばに来ておりますが、まずはブル中野選手、前回ちょっと納得のいかない試合だったと思いますが、今日はどうですか。アジャ、てめえこの間来たいですか、言われて今日はてめえ叩き潰してやっかんな。うるせえな、てめえ何回やったって言うせえな、今日こそてめえ引退させてやるから覚えときて。なんだよ来てきた覚えとけよ。ということで、やっぱり今回もこういう形になってしまいましたが、さあ今日は流血戦になるか、どんな試合になるんでしょうか。まもなくゴングです。時間の制限、エスケープルール、金網ノーレフリーデスマッチ。横浜文化体育館、金網デスマッチ、今音楽家お君にその開幕を告げております。青コーナーより原コング選手の入場です。大宮スケートセンターですでに一度はブルを破っておりますアジャコング。金網デスマッチは自分の中にぴったりだと言っております。アジャコングの紹介であります。こんなこと言っちゃいけませんけども、アジャコングなんてのは金網の中でひときわ映えますね、似合ってる、そんな感じがいたします。もう一度行きたいですね。さあ今日は復讐の時であります、雪辱の時、負けるわけにはいきません。獄門投降士です。赤コーナーよりブル中野選手の入場です。さあブル中野がやってまいりました。第1回は屈辱の敗戦でしたが、早くも檻から出て襲いかかりました。ハサミです、ハサミ出してます。ハサミ持ってる海谷君、今のブルの髪を切りましたね。ハサミを持って追いかけてます。清掃をして出てきたブル中野でありますが、早くもハサミを持って襲いかかりました。アジャコング、この人は何をやるか分かりません。今日は金網デスマッチ、場外でのデスマッチではありません。完全な奇襲攻撃でしたね、今のはね。阿部さん、すごかったですね。ブル切りましたね。今度はブルが当然を返してやります。お気をつけください。いやー、できたら金網デスマッチ、金網の中で死闘を展開してもらいたかった。どんな戦いの方法を選んでも、何かブルとそれからアジャコング2人のね、憎しみ合いっていうのはね、そういったものを超えて炸裂してるようですね。すごいですね、最初からね、はい、まあ、意表つきましたね、最初はアジャがね。おっと、さあまだ正式に紹介はされていないんですけども、どうやらもうこれは始まったんでしょうか。今日は完全にレフリーがいないんですね。今鍵が閉まりました。ノーレフリーデスマッチでありまして、ゴングが鳴りました。さあ時間は無制限であります。相手がノックアウトされるまで、早くも金網に顔面をぶつけておりますアジャコング。金網デスマッチの戦い方はこのアジャコングはよく知っております。今度は噛みつきに行きました。いやいや、徹底的にやってますけども、どうでしょう。早くももう額を切ってます。かかってこいというブル中野。この前の大宮スケートセンターでは太ももを切っちゃって、ほとんどもう動けなくなったとか歩けなくなっちゃったんですね、ブルがね。そうですね、まだ残ってますけどね。そうでしょうね、大丈夫でしたからね。救急車で病院に運ばれても大出血だったそうでありますが、さあ果たして今回はどうなるか。大森さん、はい、大変なことを始めてるでしょう、女子プロレスは。すごいですね。でも一回ブルちゃん負けてるんですよね、この間。負けてるの、大宮スケートセンターで。あれ、どうしちゃったんでしょう。ちょっと待ってください。今完全にですね、上の電気が消えちゃいましたよ。金網デスマッチ、したがって今スポットライトを浴びて行われております。
まあ、大森ね、はい、かつてあのダンプ松本と死闘を展開してますけども、はい、ダンプともこういったあの金網の中でやると面白かったかも分かんない。そうです ね, ねでもやってることは同じようなことでしたね。ただ金網があるかないかみたいな。そうそう、うん、ダンプ大森の一戦じゃね、あの、さっと何かダンプの太い腕にね刺した記憶が僕にはあるんだけども、お返しにハサミ刺されましたけどね、フォークをやったりしてましたけども、あーっと、おー、これは大変だ。エプロンに今モンドリ打って落ちました。早くも顔面からは流血しておりますブルナカノ。そして盛んに裏打ちを浴びせております。宮城君、あの試合前のインタビュー、話をろくに聞けないうちにね、何か乱闘になっちゃったみたいだけども、そうですね、うん、まあ試合前に聞こうと思う方が間違いだったかもしれませんね。やっぱりそれだけのもう遺恨というか、なんというか因縁というか、もうね言葉が言い合わせないような二人にはありますね、これ ね, そうね。で、あの今日は狂気なんでも OK でしょ。はいはい、何を持ってきているのかというのをね、ちょっと調べてみたんですが、調べてる、ブル中野が、はい、ヌンチャクを持ってきて、ヌンチャクチェーンを持ってきて、はい、で三節棍というですね、あのヌンチャクに似てるんですが、はいはい、ヌンチャクのもう一つあの棒がついてるような、3つの節の棍ですね、三節棍というこれ凶器を持ってきています。でアジャコングが、はい、例によって投油缶、そして投げ縄のロープ、うん、それからですね青竹を2本、青竹2本あの道場に置いてあったのを勝手に持ってきたそうですけどね、あの青コーナーのところに、ね、大きな長い、ね、青竹がかかってるのが見えます、はい、こちらからでこれを2本持ってきてます。なるほど。しかしアジャコンがあの裏打ち連発ですね。なんかあれですね、そこで勝負をつけようというような感じもありますね、はい、いきなりもう勝負をつけちゃおうというので、まあ、しかもまともにですね、やはりブルが浴びてますんでね、ブルの今まで攻撃っていうのはほとんどないんじゃありませんか。今からではありましたけどもね、あ、不敵なあの笑みを漏らしながら裏打ちの連発で完全にブル中野、しかもあの額からは流血、おびただしくなってまいりました。こういった喧嘩殺法というんでしょうか、裏打ちが実によく効いております。あれなんとかかわさないもんなんですかね。そうですね、まあ、意表ついてね、ほら今度はあの後頭部ですよ、これがね大きな今や武器になっておりますが、今入った宮君これかな、ああおーっと、いやー、じゃあ今後の巨体が沈んでしまいました。大変な、ね、大変な狂気が出ました。これものすごい硬さですよ、今ね確かあの井上京子が入れたんだと思いますけどもね。さあしかしアジャも負けてはおりません、完全に今日はレフリーがおりません。しかしであのサブではいるんでしょ、ついてるんでしょ、サブレフリーは一応サブレフリーはあの下に2名ついてます。2名ついてますよね、はい、まあしかし原則としてはレフリーなしでやります。おーっとラリアット炸裂しました、ラリアット綺麗に炸裂、今度はキックでやります。ようやくボルが動いてまいりました。まあボロもね動かなければあれだけあの一方的にアジャコングの裏打ちを食っているだけではあっという間勝負がついてしまいます。ようやくボル中の反撃が開始されました。重たいアジャコング持ち上がりません。しかし今顔面をですね相当マットで打ったんじゃないでしょうか。アジャコングでやります。アジャそしてブル中野1回の宿命の対決、これが2回目の金網デスマッチ。おっと今腕を越されます、逆になった、逆にブルが取った、いやこれは手違いであります、完全に手違いだ。しかし投油艦攻撃を受けて立っておりますアジャコング。さあどこまで我慢できるか、これは本来自分が使うはずの競技でしたねえ。バイソン木村どんな気持ちでしょうか、ブル中野に渡してしまいました。いやーぺしゃんこですよ、たまりませんね。あの狂気は本来外に出さなくちゃいけなかった、そしてヌンチャクが入った、ヌンチャクか2本入りました。完全にブルのペースになった、なんと顔面に、さあ鮮やかにヌンチャクを使っている、背中に腕に、さあそしてどうとどめを刺そうというんでしょうか。完全に事態は一変いたしました、今度はブルのペースであります。アスカ、はい、ね、ようやくブルがペースを取り戻しましたね。そうですね、うん、やはりあのヌンチャク攻撃はね、うん、もう昔からすごいやってきましたからね。いやアジャの方も額を切りました、ね、そうなの、
しかしほらアジャの場合は顔面にペンキーしてるからねえ血が出てるかどうか分かんないけども相当切ってる。いやリング上に脅威が散らばってるじゃないですか、ね、脅威がバラバラ散らばっちゃってどうしようもありません。さあそして今度はロープに振ったどうかアジャと一発綺麗に顔面に炸裂。さあ軍の重量攻撃であります。ヒップドロップ。ああ相当アジャもやはり顔切ってますね。すごい鮮血してますね、うん、流血だ。さあエプロンにおいてドワーッとぶっつけた金網にぶっつけました。さっきやられた当時のことを今ブル中野が見事にお返しをしております。どうですか阿部さん。いや壮絶ですね早くもね、ゴブとゴブという感じになってきたんじゃありませんか、うん、ね、今度はアダガドかジャガー、ここまでどう見てますか。そうですね、大宮大会よりは全然エキサイトしてますからね、見応えはありますよね、うん、そうそう。で彼女たちも1回やってますからね、はい、扱いが分かってるんでしょうね、そういう意味では面白いですね。同点食い打ちが出ました。確かにジャガーが言ったようにやはりデスマッチに慣れたなんて言っちゃちょっとおかしい表現ですけども2回目ですからね、阿部さん。そうですね、この辺はやる使い方っていうのは分かってるでしょう、前回やっぱり鏡の使い方を知らなかったです、ね、あそうかそうか、何度かまあぶつけはしましたけどね、はい、やっぱりレフリーがいないというのがね、そうそう逆にいいですね今回の、前回はね足を大きく切ってもうほとんど動けなかったあのブル中野なんですけども、しかしそのブル中野が追っていったんですがそれを逃げるようにいたしまして金網の上に登って逃げたんですが、今回はですね相手をやはり金網の中でノックアウトしなくちゃ逃げられないと、本当らしいですね、強烈な技、しかもあの体に重量があります、重量攻撃であります。100キロと100キロのぶつかり合いという感じになっております。あれであのキックを入れてるわけですか、ブル中野体は大きいんですが小さな技を使いました。迫力満点であります、破壊力があります。さあブルが今ランロープに上がりました。そしてこれから三段ロープ、トップロープに上がった下にいるのがアジャコング。さあブル必殺のミサイルキックが出ました。今度はこちら側のまたロープに上がります。なるほど空中殺法を使おうというところ、しかしアジャコングが来た、足を取った、足を取った。さあ今度はブル中野、あーっとエプロンに沈みました。狂気はもう本当に中に散らばってますんでね、あれこれはブルンじゃなかったのかな。そうですね、ブルンでしょ、はい、あまたあの足を狙ってますね、例によって太ももを狙ってますね。あ今度はついた、あそこには大きな傷跡がはっきりと肉眼でも見えます。残ってますね、この放送席から見えますからね、あそこまた切ったんじゃ大変だ。そしてさっき散々やられました東遊館ぺしゃんこになっておりますが、これを持ちました。やはりあの太ももを狙ってますね、左の太もも。さあジャコング顔面から血を流しながら強攻撃、大宮スケートセンターで痛められました、左の太ももを狙っております。あーっとあれあのぺしゃんこになってますから打ちどころによっちゃ切れちゃうんですよ ね、 前回ねそれでざっくりしましたけどね、怖いんですよね、はい、あーっとまた行った、そういった狙い方であります。なかなかしっかりしてますねアジャコングも、ドキな感じはありますが、あハサミ持ってますね、はいはい、ハサミ持ってますね、ハサミを持ってるか、ブルがハサミ持ってますよ、これはいかん。いやダンプ松本と大森ゆかりの後ろを何か思い出すような展開になってまいりました。あーっとハサミの滝をなんと太腕に突き立てております。ブルの可能よくないですよ、篠さん、言うことはこれはよくないよくないよくない、分かってるけどどうしようもない、金網の中で展開されておりますストーリーあります。あの本来レフリーがいればね、レフリーがいればジャガー、あのハサミはなんとかなりますよね。そうですね、ハサミを持たせたままではこれはどうしようもない。今日は男性ファンが会場に数多く詰めかけておりますが、この男性ファンの歓声に応えております。篠野さん、いやこれはたまりません。今ブルがね、周りのファンに対してね、はい、危ない危ない、あの52針ね、俺が塗ったんだというね、あそうか、あいつのその気持ち味わってるというような、ね、それを言ってる、アピールしてますよ。なるほど、今度はお返しと2回目横浜文化体育館ではお返しということ、あーっともうめちゃくちゃだ、
ああアジャコンから悲鳴が上がりました。アジャコング、おーっと、のた打ち回っております、のた打ち回っております。しかもあの金網の速度がですね、異様な場外戦が展開されております。真っ二つになりました。あ、バイソン木村朝にもですね、もう気が気ではありません。アジャがやられている、アジャがやられている。まだしっかりと右手にハサミが握られております。ハサミ攻撃はどうしようもない。あーっと右の太腕に対しまして、これじゃあもうね、ちょっとたまんないでしょう。あれで、あのもう裏剣も使えなくなりますね。そうそう、裏剣も使うんでね。あー、メドウサが入ります。あーっと、メドウサが今入ってこようとしました。メドウサ、ケッキに流行ったメドウサが今アジャを突こうとして、あー、決死棒であります。決死棒、メドウサに対しましても容赦のないハサミ攻撃が展開されております。メドウサもあの向こう水の、ね、レスラーですから入ってこようとしました。メドウサがたまらず入ってこようとしました。あれ、なんかロープを持ってますよ、ロープを。はい、ロープをかけて入って、あーっと、今のロープを取ろうといたしました。あー、アジャにロープが渡りました。アジャにロープが渡りました。メドウサからアジャに、あー、これを今度は首にぐるぐる巻きにしております。さあ、まさに金網デスマッチ、デスマッチを展開しております。いやー、塩野さん、何かあのアジャコングの方が苦しそうですね。しかしブルーの顔面もですね、あっという間真っ白になってきましたよ、阿部さん。え、完全に宙が、あ、体がこう浮いてますからね。そうそう、うん、これはあの、そして場外ではもうね、全選手が2つに分かれまして、これまた場外戦を展開しております。さあ、なんとかロープを首から外した、ブルがロープをから外しました。今度は腕に巻きつけようとしております。散々痛めつけた、ハサミで痛めつけました腕に、今度はロープをぐるぐる巻きにしようとしております。やはりあの裏打ち、裏剣が効いております。したがって、あ、なるほど、ロープにね、ほら、ロープを結びつけまして、これはもうちょっとアジャコング完全に捕らえられましたね。そしてどうするか、あ、このまま逃げようと、外れちゃった、これはダメだ、これはダメだ、これは中途半端でした。捕まった、しっかりと足を押さえております。いや、あーっとっとっと、だからどうしてるか、何か今竹の棒が出ましたね。ブルが逃げようといたしましたが、メドウサが竹の棒で、今度はアジャが逃げようとしておりますが、これもダメであります。いやいや、こういった形での逃げても、これは認められるはずはありません。これは逃げられません。今回の、あ、なかなか器用にロープの上を動いてますけども、ダメであります。ダメね、え、安倍さん、今回は認められない数ですよね。そうですね、相手はロックダウンしてないのに、一応 KO したと自分では思ってるんだと思いますけどね。あ、そうかそうか、はい、うん、まだまだあの決着はついておりません。金網デスマッチ、さあ続きでやります。お、また投油管が入った、がっちりと今度は受け止めた。あーっと、投油管、新しい投油管でブルー中野に対しまして必殺の攻撃を展開しております。3発が入りました。しかしね、やはり相当効いてますよ。ほとんどあの右腕を使えませんから、左腕1本で強力攻撃をやっております。4発目入りました。今チェーンが用意されてます。あー、とうとう今度はチェーンが入ろうとしております。井上京子が行った、井上が行った。しかしブルが待っている、この辺りはどうなるのか。井上が行った。さあ、今ブルが手を伸ばした。あーっと、チェーンが入った。メドウサが行っている。あれあれあれ、長々と今チェーンが入って胴体に巻かれました。アジャコングの胴体に巻かれようとしております。そして首に巻かれております。いや、これは金網の中と外の連携プレーであります。メドウサが出る。あー、マット吉永、ちょうど放送席の前、メドウサと乱闘です。いや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 、バット吉永、メドウサ、2人がお互いに譲りません。放送席の前、中では投油管を使いました。ちょっと動きがなくなりました。アジャコング動きがなくなった。太い首に今
幾重にも、巻かれましたね、鎖が。こうなると、さあどうでしょうか。いやー、やりたい放題という感じ。完全に今、金網でしっかりと一方の足を固定いたしました、ブルナカノ。これじゃあ何かね、金網の中に捉えられたキングコングになっちゃいますもんね。あ、じゃあここおーっと、ギロチンドロップ。さあ、金網の中に今、鎖でつながれました。アジャコングに対しましてギロチンドロップ。完全にペースはブルナカノ。さあ首にね、やはりあの鎖を巻いてますんで、アジャコングほとんど動けなくなっております。しかも右手を使えません。さあどうでしょうか。よくあのパッティングしながら外でね、協力してるんですよね、この選手は。メドウさんも来てるんですけども、実にバッティングしながら、若手ながら、よくブルナカノに協力しております。さあブルナカノが逃げようとしております。逃げられるかどうか。狂気を使いました。逃しません。なるほど、これは実はブルナカノが持ち込んだ狂気であります。これはアジャコンが使っております。そして例の左の太もも攻撃であります。太もも攻撃です。ここは大宮スケートセンターで徹底的に痛めつけられました。ブルナカノのウィークポイント。ああ、アジャコングも負けておりません。さあ、なだれ式に行くか。なだれ式でやります。大したもんだ。アジャコング不敵な笑いを漏らしました。今度はブルナカノやられました。逃げようとしてちょっと後ろを見せましたですね、アジャコングに。そうですね、もうちょっと完全に KO してからでないとね。そうだ、大事ですけども、ね、今度はアジャが行っております。お互いに逃れようとしております。やはりあの2人とも苦しいんでしょう。苦しいんで、やはり相手がちょっとあの攻撃の手を緩めると脱げようとするんでしょうね。今度は逆です。ブルナカノ狂気を使っての攻撃、これはたまりません。この高い金網からは簡単に相手がノックアウトされない限り逃げられませんね。そう思った方がいいんじゃありませんか。さあブルどうするでしょうか。さあ今コーナーポストに上がった重量攻撃。さあこれは絶好のチャンスだ。長々と伸びているが、うまかった。この辺がアジャコングうまいところ。バックを取った。おーっとジャーマンが出ました。中には凶器が散乱しております。そしてまた入った大きな竹が入りました。あーっと竹の先を使っております。先端を使った攻撃。逃げてますけどもね、これはちょっと逃げられません。ブルナカノ大きな太い竹を持っております。アジャコング強攻撃。まあね、断髪元は竹刀を使ってましたですけども、しかし大きな竹でねやられたんじゃ、これはもうブルナカノたまりません。おコーナーポストに上がった。さあ猛点から一発いくか。おーっとそしてあー今のとった井上でやります。井上京子。さあこれはうまかった。ブルナカノ助けられました。さあ脳天食い打ちか。脳天食い打ち、大きな体を落としました。そして今度はブルが上がる。またもコーナーポストであります。なんとしても重量攻撃か。いやいや、このまま逃げようというところ。あ、今のは効いていた。タイムドライバーは効いていたか。ブルナカノうまく逃げられるか。さあ立ち上がるか。いや、ここから飛んだら大変だ。あーっと危ない。ブルナカノ危ない。あーっと、なんでやった。これはたまりません。とどめを刺しました。拝んで今あの高いところから落ちました。これはブルナカノ迫力十分だ。これは逃げられるでしょう。いやー、完全に伸びた。アジャコング伸びた。ブルナカノが今ゆっくりと金網を伝っております。よく飛びましたね。今あの一瞬後ろに落ちそうになったでしょう。あれ後ろに落ちたらそのまま自分が自爆してますよ。驚きました。
あそこ驚いたね。すごい根性ですね。驚いた。よっぽどお見えが悔しかったんですね。ブル中野の新目標を見た、怖さを見た思いがします。さすがブル中野です。アジャコング金網の中で長々と伸びております。ブル中野見事に雪辱、時間無制限恨みを晴らしました。ブル中野前途して五百同盟、ブル中野健在だ。ブル中野、いやーこれは見事、ブルやった、会心の勝利だ、会心の勝利。今獄門島の面々を引き連れてブル中野凱旋であります。両腕を高く突き上げて今金網の周りを回っております。嬉しかったんでしょう。しっかりと井上が、そしてバット吉永がこのブル中野に競っております。ああ、とうとう肩車であります。やはり大宮で負けた悔しさっていうのはブル中野忘れられなかったんでしょうね。そうですね、まあ、上から飛べるのはすごいですよね、はい、いや勇気がありましたね、今もジャガーに行ったんですけども、あれ途中でね、後ろに自分が落ちそうになったでしょ。落ちてたら完全に自爆ですね、はい、まあ、相当勇気がいるし ね、だから飛び降りるときに自分で拝みましたでしょ、まさに精神が込められておりました。見事今金網の中にブル中野入ってきました。長々と伸びております。アジャコングに代わってバイソン木村、マイクを持ってます。メドーサが優しく今アジャコングを開口しております。おめえ、アジャが勝てないのにお前が勝てなきゃいけないだろ。挑戦に対してアジャが勝てないのにお前が勝てるわけないだろうという、ブル中野ファンも喜んでます。アジャタックでやってやるよ、極悪同盟のエスカレート対決はこれからもいよいよ尾を引いてさらに大きくなっていくでしょう。この辺りがファンにとっても見ものであります。そして今 3AA のタッグチャンピオンティーンも入ってまいりました。お、全選手が入ろうとしております。今北斗もですね、とうとう興奮して金網の中に入っていっちゃいましたよ。しかし金網デスマッチがジャガー、はい、たくさん開かれるようになってもつまんないし、ね、そうですね、もうそろそろこの辺りで、そうですね、興奮しちゃったんですね。いやー、豊田真奈美とそれから山田敏夫も入っております。ちょっと待って、全日本女子プロレス全選手出まして入り乱れての金網デスマッチが展開されました。ゴングが乱打されております横浜文化体育館。まあこういった試合っていうのはとにかく収拾はつかないもんですよ、安倍さん。そうです ね、やっぱりみんな自分が、ナンバーワンだとね、思うからこういう風になるんだってね。それからやはり、相当興奮しちゃったですね、選手も、見ている選手も私たちも興奮しましたけども、いや今日は堪能しました。まあしかし今度はアジャコングがいつか復讐の機会を狙うでしょう。そういった意味で金網デスマッチってのは日本では非常に珍しい試合形式なんですけども、女子プロレスのこれ一つの、ファンに対する売り物になるかも分かりません。そうですね、まだまだブルとアジャ続いていくと思いますね。そうですね、一勝一敗ですからね、はい、これで一勝一敗であります。これで一勝一敗。しかしメドーサっていう人がね、もともとこういった金網デスマッチについては大変な意欲を持ってるんだそうですね。あ、そうですか、ですからいつか自分がやりたいとこういうふうに言っておりますが、まあ騒然としている場内ですが、世界一リーダーの
紙切り宣言まで出ました。いやー悔しがってます。今日はあの金網デスマッチで負けた以上にこの最後のですねまたシーンで決定的に中野がですねアジャコングをやっつけましたですね、とどめを刺した感じであります。ブル中野ファンの歓声に応えて颯爽と引き上げていきます。アジャコング今日は見るも無残でした。いや完全にブル中野大宮スケートセンターの屈辱を晴らしました。アジャコングは今メドーサに、メドーサに背負われてますよ。今日はなんとも皮肉な感じ、無様な感じで引き上げていかなくてはならなくなりました。まあ、それにいたしましても、ジャガー、はい、あの本当に金網の一番高いところから飛んだ、ブル中野の、ね、勇気って言いますかね、本当にね、頭下がりますね。びっくりした。相当勇気いりますよ、あれは。いりますね、これでまたブル中野しばらくあの健在を多くアピールできたんじゃありませんか。試乗しましたね、今ね。試乗しました、ね。阿部さん、いかがでしたか。いやもう最後すごかったですね、声がなかったというぐらい、さすがブルと、そういう一戦でした。あの満員のお客様もですね十分堪能してくださったんじゃありませんか。今日は今日はもう十分ですね、最後のね、もうきっちり技で決まりましたからね、はいはい、そして今日はライオネスアスカ、隣にね大森ゆかりさん、ついあの大森とかゆかりとか言っちゃってごめんね。いいですよ、つい昔の兄が出ちゃってね。イメージでしょ、なんか大森っていうのが、そう今日はね、はい、2人にね、はい、一つ、ベストファイターを選んでもらいたいな、はい、これはですね、ブルちゃんでしょ。2人でも意見一致したんですけど、もう本当にブルの中のここにありをね、見せつけてくれましたから。だってこの高さプラス身長ありますからね、この 目線ってもっと高くて、あれは度胸いりますよ。ブルったということで、ブル中野選手、ブル中野選手文句なしか、はい、ね。そしてレポーターですけどもね、三宅君は今、向こう行っちゃったんだな。塩野さん、どう、インタビュールームです。帰ってきたか。そのベストファイターのブル中野選手が隣にいます。はいはいはい、お疲れ様でした。2年前の今日、この体育館で初めて国門と形成したのがこの体育館だ。2年後の今日、まさかアジアとライバルで戦うとは思ってもいなかったけど、これでやっと1対1の決着がついた。今度こそ金網、またもう一度紙切りで決着つけてやる。それからマリウルフ、ヤマトヨタ、おめえなんか目じゃねえぞ、いつでもかかってこい。お疲れ様でした。いや。